皆さんこんにちは。埼玉市長の清水隼人です。本市の新規陽性者数は2月1日までの1週間で2657件の検査を実施し、211名が確認されています。1月9日までの1週間に確認された605名から減少傾向にあり、国の分科会が示す感染状況を表す指標のステージ3相当まで下がってきています。市民や事業者の皆様が不要不急の外出自粛や午後8時までの営業時間の短縮にご協力をいただいた結果であり、深く感謝いたします。一方で2月1日時点の市内の療養者数は1145名で、本市の人口で換算したステージ4の指標332名を大きく超えております。また重症者数も過去最高の10名となるなど、医療提供体制の逼迫は依然として継続しています。加えて新規陽性者のうち60歳以上の方の人数はやや減少しているものの、割合は約3割を占めており、緊急事態宣言発出前後と比べ増加しています。高齢の方は重症化リスクが高いとされており、引き続き警戒が必要な状況です。政府は2月2日に緊急事態宣言の期間を3月7日まで延長することを決定しました。皆様には引き続きご負担をおかけすることになりますが、新規陽性者数の減少を確かなものにするために、気を緩めることなく不要不急の外出自粛等にご協力をお願いいたします。本市は高齢者入所施設の従業者へのPCR 検査費の補助や新型コロナウイルスワクチン接種の準備を進めるなど、引き続き感染拡大防止のための対策に全力で取り組んでまいりますので、平穏な日常を取り戻すため、共に頑張ってまいりましょう。